携帯電話やスマートフォンの普及で利用が敬遠されがちの家庭用の固定電話機が、にわかに脚光を浴びているという。家族や警察官を装う、振り込め詐欺が再び増加傾向に転じる中、被害防止機能を搭載した電話機が、手堅い人気なのだとか。発信者に氏名を名乗らせたり、着信番号から、迷惑電話の可能性と音声で警告したり。さらに、喋る様子で詐欺かどうかを判別する商品開発も進んでおり、捜査関係者も期待を寄せている。恐れ入りますが、お名前をおっしゃってください。今年、総合家電メーカーが売り出した電話機は、知らない番号や、非通知で電話がかかってきた場合、受話器を取る前に、名前確認ボタンを押すと相手に音声が流れる。電話に出る前に知人かどうかを確認できるという機能だ。ビッグカメラなんば店は今週、約10種類の固定電話機をラインアップに加えたが、いずれもこうした自動音声機能や、録音機能を搭載。防犯機能がついていないと、今や電話機は売れないと言っていいくらい、同店担当者、といい、約30種類を取り揃えている。業界団体、情報通信ネットワーク産業協会、東京、によると、今年1から9月の固定電話機の出荷額は、前年同期比 9.1% 減の計109億6200万円。携帯やスマホの普及で減少の一途をたどっている。ただ、あるメーカーの担当者は、市場は縮小しているが、防犯機能付き電話機の売れ行きは、その中でも好調で、今後もその傾向は続くと見ている。同社の担当者は、電話機の購入者の多くは60代以上。防犯機能の需要は年々高まっていると話す。電話機が堅調なのは、振り込め詐欺の被害がなくならないためだ。警察庁によると、ピークは平成16年の、年間25,667件、被害額283億7,900万円。その後、取締り強化や銀行窓口など水際での防止、啓発活動が走行し、21年には年間7,340件、同95億7,900万円にまで減少した。しかし、医療費などの払い戻しを装う、還付金詐欺や、金を振り込ませるのではなく、犯人が現金を直接受け取る手口が広まるなど多様化し、22年以降は再び増加傾向に。今年1から10月、全国で、前年同期比約 1.5 倍の7378件が発生し、被害額は79億3900万円増の202億1400万円を記録した。振り込め詐欺の再燃に、警察当局も、電話機対策への協力を惜しまない。ある通信会社が今夏に販売したのは、発信者が、迷惑電話の可能性があることを知らせる端末。あらかじめ外部サーバーに保管されている、利用者の、着信拒否リストなどに該当すれば、ライトが赤く点灯して警告する仕組みだが、警視庁や千葉県警が、振り込め詐欺などで使われた電話番号をデータに提供した。また、名古屋大の武田和也教授、音声工学、は、振り込め詐欺に応対している被害者の話し方や、音声から心理状態を分析し、被害者本人や親族に警告する技術を、メーカーと共同開発。昨年8月から今年2月の実証実験には、岡山県警が協力した。5年後の製品化を目指しているといい、同県警の担当者は、人海戦術には限りがある。新技術を導入して一件でも被害を減らしたい、としている。